究極のステルス兵器って知ってますか？潜水艦ですよね。深海に潜んで迎え撃つ。では、今回、そんな潜水艦は、敵味方どうやって判別しているのか、詳しく見ていきます。世界最強の生殖性を持つ、海上自衛隊潜水艦、さすがの性能です。近代の戦闘において、非常に重要な要素の一つとなっているのが、ステルス技術であり、敵のレーダー網に捕捉されることを逃れるべく、航空機や水上戦闘艦、果ては、陸上兵器等まで、その使用範囲は、拡大を続けている。日本の自衛隊で言えば、航空自衛隊が、導入を進めている。アメリカは、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニングには、あまりにも有名で、アメリカの同盟国や友好国の大半が採用を行うほど、その性能は評価されている。F-35 ライトニングには、同じロッキード・マーチン社製で、アメリカ空軍のみに採用が限定された、世界初の量産型の、いわゆる第5世代戦闘機である F-22 ラプターに比すれば、そのステルス性能は劣るとされている。それでも、いわゆる第5世代戦闘機として、中国が開発した J20 や、ロシアのスホイ57との比較では、F-35 ライトニング2のステルス性能は、各段に上回ると見さされており、前者2機は、前方以外のステルス性能は低いと見されている。昨年2022年2月に正規した、ロシア・ウクライナ戦争の、これまでの航空戦力の使われ方を見ても、数量的には、ウクライナ空軍の15倍以上とも言われるロシア空軍も、これまでは、大規模な投入は、行っていないように映る。これは、未だ、少数しかロシア空軍がスホイ57を保有しておらず、その主力の大半は、いわゆる第4世代機とその改良型であるため、ウクライナ側が保有する、地対空ミサイルシステムが健在な状態では、積極的な越境攻撃が困難なためと考えられている。この状況は、裏を返せばウクライナ側も同様であり、F-16 ファイティングファルコンの西側諸国からに供与が具体化する中でも、その供与に否定的な意見が一定数あるのは、その状況を危惧したものと言えるだろう。話を日本の自衛隊へと戻せば、海上自衛隊の最新鋭の水上戦闘艦であるもが2型護衛艦も、従来の艦艇からすれば、非常に進化したステルス形状を取り入れており、世界のそうした潮流を反映したデザインに見える。こうした航空機、水上戦闘艦等の兵器は、敵のレーダーでの探知を逃れる目的で、ステルス化が促進されているわけだが、そうした空中を飛び交うレーダー波とは、無縁な海中に潜む潜水艦は、究極のステルス兵器と呼ばれることも多い。レーダー波のような電波は、水中までは捕捉することができないため、そうした究極のステルス兵器というような形容がなされることが多いが、きれゆえに、その捕捉には、水中特有の音波を利用したソーナーシステムが用いられる。水中特有の音波を利用した、探知システムの開発に着手したのは、1940年代のアメリカ海軍が始まりとされているが、ここでも、当初から、敵の潜水艦の位置を探知するための装置として、その開発が行われたわけではない。まず、アメリカ海軍が、音波を利用した探知システムを開発しようとした目的は、海上に墜落してしまった自軍の航空機の搭乗員の回収を行う点にあり、音波の低周波を用いた救難用のシステムとして実用化されたものだ。この音波の低周波を用いた救難用のシステムは、やがて低周波が極めて遠距離まで伝播するという特性に着目され、これを用いることで、
敵の潜水艦の探知を可能とするものへの応用が着想されることになった。アメリカ海軍では、1960年代の終わり頃には、これを操作すサウンドサーベイランスシステムと名付けて実用化に成功。海底に固定型の水中超音機を置き、敵、つまりは旧ソ連の潜水艦の監視を行う手法を採用した。このアメリカ海軍が開発した操作すサウンドサーベイランスシステムは、パッシブソーナーの一種であるが、1950年代に原子力推進方式の潜水艦が実用化されたことが、その開発の大きな原動力となった。原子力推進方式の潜水艦は、従来型の通常動力型の潜水艦では、その構造上どうしても浮上するか、海面に近い位置からシュノーケル等を出して、空気の給排気を行う必要が生じていた点を、全くなくすことが物理的に可能となった。そのため、潜航航行を物理的には無限に行える原子力推進型の潜水艦は、従来の水上レーダーやアクティブソーナーでは探知することがほとんど困難となり、アメリカ海軍の操作すサウンドサーベイランスシステムは、それに見事に対応したものとなった。原子力推進型の潜水艦は、長期間にわたる潜航航行が可能ではあるものの、航行中に原子炉を停止させることはできないため、当時はそこから発生する騒音は、通常動力型の潜水艦より大きいことが常であったと言える。しかし、旧ソ連側も、こうした、操作すサウンドサーベイランスシステムをアメリカ海軍が配備していることを、情報等によって入手。その対策として、1970年代中盤以降には、大幅に静粛性能を向上させた原子力推進型の潜水艦を投入した。旧ソ連は、1984年から原子力推進型の攻撃型潜水艦のアクラ型を就役させ、その静粛性はアメリカ海軍の当時のロサンゼルス級に若干劣る程度まで到達。また、静粛性に優れた通常動力型のキロ級攻撃型潜水艦も、1980年から配備を開始した。この状況に至り、アメリカ海軍は、操作すサウンドサーベイランスシステムの優位性が失われたことを認識し、同海軍で、タゴスと呼称される音響観測専門の水上艦に、ANU-992 スータッツと呼称される栄光型のアレーソーナーの実装を行った。ANU-992 スータッツは、それまで実用化されていた艦艇搭載型のパッシブソーナーに比して、さらなる低周波を用いる方式であり、操作すサウンドサーベイランスシステムの穴を埋める装備として、今も効力を保っている。アメリカ海軍のこの動きに準拠して、日本の海上自衛隊でも ANU-992 サールタスを搭載する音響測定艦の建造が、1989年11月から当時の三井造船所の玉野事業所にて開始され、これが響き型として1991年から就役に至る。響き型音響測定艦は、基準排水量が2850トン、満載排水量が3800トン、全長が 67.0 メートル、最大幅が 29.9 メートル、深さが 15.3 メートル、喫水が 7.5 メートルの船体を持つ双胴船として建造された。響き型音響測定艦は、1番艦で、ネームシップの響きが1991年、2番艦の播磨が翌1992年に三井造船所の玉野事業所で建造され就役した後、3番艦の秋は当時の三井 E&S 造船所の玉野艦船工場で建造され、2021年3月に就役している。三井 E&S 造船所は、かつての三井造船所が組織変更に伴い社名を改めたものだったが、
さらに2021年3月には、鑑定事業を分会社化し、その会社を三菱重工業に譲渡したため、響き型音響測定管の4番管の建造は、同社が担うことになる。三菱重工業社が建造を行う響き型音響測定管の4番管は、防衛予算上では2022年度分に計上されており、予定としては2026年3月に収益するスケジュールで、今後起工が開始されるものと考えられている。現在、収益中の響き型音響測定管3隻は、いずれも広島県の5基地を母港とする海洋業務、対潜支援群第1音響測定隊に配備されており、近年、海洋進出の著しい中国海軍の潜水艦に対処するため、4隻までの造成が図られたものだろう。響き型音響測定艦は、2017年より、海上自衛隊の艦艇としては、初となるクルー船を導入した艦艇でもあり、現状では、3隻に、4セットのクルーを用意して運用されており、稼働率を向上させる取り組みも並行して行われている。対潜哨戒を主任とするヒューガ、片や出雲、片等のヘリコプター搭載護衛艦や、最新鋭の対ゲイ型の収益と並行して、響き型音響測定艦のここに来ての造成は、中国海軍の潜水艦に対抗することが、喫緊の課題であることを物語っている。